はい、皆さんこんばんは。上総 DNA 研究所の磯部です。私からは、植物ゲノム情報と統合ポータルサイトプラントガーデンの使い方ということで、お話をいたします。このプラントガーデン、2017年度から開発を開始しまして、まあ、昨年度に正規版を公開しています。でその前からPGDBJ というDNA マーカーを登録した主に登録したデータベースを開発をしていて、まあ、こちらも現在もですねそれなりにアクセスをいただいておりまして、コンテンツは増やしていないんですけれども、まだそういったことでアクセスがあるので開けております。で、まあ、今後はこのコンテンツもですね順次すべてプラントガーデンに移しまして、 PGDBJ の方はもうあとそうですね 2,3 年ぐらいしたら閉じていこうかなというふうに思っております。で現在プラントガーデンに格納しているコンテンツなんですけれども、ゲノムが134種で、まあ、169ゲノムが載っています。であと、これらのゲノムのうち、まあ、126種に対して、まあ遺伝子あるいは、DNA マーカーや QTL 情報、この辺はまだ、PGDBJ からも移行が完全に終わっておりませんし、あと今随時キュレーションを行っているんですけれども、その格納作業が途中ということで、まあ、今あまりないんですけれども今後増えていく予定です。それから SRA、公開されている SRA から独自に検出した変異というのも106種について今格納が終わっております。で実際格納されている種なんですけれども、ほとんどが被子植物になります。一部緑小とかですね固定類なども載せております。特にこの植物を載せないといけないとか、これは載せないやめとくっていう縛りは全くなくって、基本的には染色体レベルにアセンブルされているようなゲノムから、キュレーションをして格納しております。で、まあ、被子植物の中でもやはりまあ、その中にもたくさんの木があるんですけれども、そこで見ても割とその所属している木に偏りがありまして、まあ、ここにあるようにアブラナカが一番多くて、次、豆か稲か、ナスか、バラかというような、あ、すみません、木でしたね。油菜木、豆木、稲木、ナス木、バラ木というふうになっておるんですけれども、これはやはりですね、植物の場合は、特に経済的に重要なものから、ゲノム解析される傾向にありまして、まあ、そういったこと、あるいは油菜は白犬ナスナが呼ばれているので、そういったことで多くなっているんじゃないかというふうに考えております。で実際のページなんですけれども、プラントガーデン研究者の皆さんに使っていくのいただくのももちろんなんですけれども、あまりそのゲノム情報を触ってない方にも広く、まあ、今後使ってきたいただきたいということで、割とシンプルで使いやすい UI を設計しております。で、まあ、基本的にはやはり自分の見たい種があって、そこから探すということで、植物種から探すというものが、まあ、メインになっておりまして、まあ、そこから、各植物の、情報に飛ぶようになっております。まあ、その他にブラスト検索とかを、まあ、全体に対してかけていったりとか、遺伝子の、サーチを行うこともできます。でまあ、こういったことでその植物の、ページに行くと、まあ、これは一部分を拡大しているんですけれども、ゲノムに関しては、まあ、バージョンごとに主な配列バージョンがあって、まあ、こちらのすべてといったところを押すと、まあ、一覧が出てきます。でここにはアセンブルされたゲノムのバージョンと、それからまあ、このアセンブルされたゲノムに対して、まあ、公開された SRA をマッピングしてバリアントの情報を入れているんですけれども、そこに使われた SRA 情報が載っております。それからアセンブルされたゲノム情報なんですけれども、さらにその中に覗いていくと、まあ、その詳細があります。で、ゲノム情報だけじゃなくて自分も個人的に意外と便利だなと思っているのは、染色体情報とかゲノムサイズとかを、まあ、これ論文からキュレーションをして引っ張ってきているんですけども、そういった情報もあるので、この種染色体何本だったかなといったときに、まあ、そういったものを見るサイトももちろんあるんですけれども、まあ、プラントガーデンからも見ることができます。で、まあ、ここの、ゲノムのバージョンに対してその上に、予測された遺伝子のキーワード検索とか、あるいは特定の領域の配列切り出し、それから J ブラウズやダウンロードができるようになっております。で検索機能がですね、まあ、昨年度もこの場でご紹介させていただいていて、まあ、その時はまだまだ検索システム開発途中だったんですけれども、
で、自分もですね、これ開発してみると、本当検索システムって、Google 使い慣れていらっしゃる方も、すりゃできるんだろうみたいに思われるユーザーも多いかと思うんですけど、実は結構、いろいろ難しくてですね、現在も地道な改善を続けております。で、遺伝子に関しましては、こちらの、それぞれの種のページの、遺伝子、それぞれのゲノムのバージョンからも探せますし、あるいはトップページから、全体の、情報に対して検索もできるんですけれども、こちらは、キーワード検索をするとともに、機能からの検索として GEO や KEGG から検索ができるようになっております。で、あとはですね、トップページから、キーワード検索、全体のキーワード検索をしますと、その遺伝子や、ゲノムだけじゃなくて、マーカーとかですね、他の全データに対しても、検索をすることができますし、こちらはその、全体に対しての検索ですし、あるいはカテゴリーごとに、検索をすることもできます。で、カテゴリーごとに検索をするときは、表示する情報を、細かく変えております。あと、ヘッダーにもですね、ここ検索窓をつけておりまして、ここは実は隠れた機能があって、例えば、いちごって入れると、その本当に栽培種のいちごや野生種のいちごといった、よりサポートするような情報が出るようになっております。で、あと、大きな、特徴としましては、遺伝子の再アノテーションをしております。これは、公開されたゲノム情報に対して、遺伝子情報も集めてきて、そこに GFF などでアノテーション情報載ってるんですけれども、そこに載っていればカラムの内容がまちまちなので、その遺伝子情報として一種類のこのカラムとして、出すことはできないので、再アノテーションで、同じ、条件下で、アノテーションした情報を出しています。で、特に特徴的なのは、オルソ DB に対しても、配列を当てていて、そこでヒットした、オルソグループユニーク ID というものがここ出てきているんですけれども、これを通して、異なる種間のですね、オルソ6遺伝子情報なども、サーチができるようになると考えております。で、実際に、オルソグループ ID ごとに、オルソ配列を有している種のリストの作成までを完成しておりまして、現在、ここの部分をもっと能動的に、検索できるシステムを開発しております。で、あと、先ほど少し述べましたが、スニップ情報です。で、スニップ情報は、公開されている SRA から、カバレッジが十分あるなどの指標で選抜した配列を、格納されているゲノム配列に対してマッピングしてバリアント検出をしております。で、いろんな集団名とか、どれぐらい、スニップが出せたとかですね。で、どんな手法を使ったのかっていうことで、VCF ファイルでもダウンロードできますし、VCF じゃなかなか見、あの、よくわからないというユーザーさんも結構いらっしゃるので、そこは、表で、テーブルで、出してもおります。で、あと2種類のブラウザーからも見ることができます。で、ここのですね、解析個体リストを見ますと、使った SRA のリストが出てくるんですけれども、それぞれの、SRA に対しても、GVCF ファイルを作っておりまして、この GVCF をダウンロードしていただくことで、各種の、ツールを使って、あとご自分のお好みの組み合わせで、VCF ファイルを作成していただくことも、できております。で、あとはですね、こういったように、さまざまに異なる、情報がありますので、ブラウザを介した異なるカテゴリーのデータ比較ということで、J ブラウザですね、ゲノム情報に、遺伝子が、載っていて、で、これ遺伝子ページにリンクしますし、あとはここに設計された DNA マーカーのページにもリンクします。このマーカーがこの遺伝子に近いということが、わかります。で、先ほど述べたですね、SRA のスニップ情報も各系統ごとにこのように掲載されておりまして、この遺伝子に対してそれぞれの、アクセッションが、どこにバリアント、リファレンスに対するバリアントを持っているのかということを確認することができます。で、あとはですね、スニップに関しましては、J ブラウズでも見ることができるのですが、若干ちょっとブラウザーとしては見にくいところがあるので、農研機構で開発をされたタスケのブラウザーも、
スニップに対しては適用するようにしておりまして、先ほどのスニップのページからこのタスケのですね、ブラウザーにも飛んで、中のバリアントがどうなっているのかということを見ることができます。で、あと解析ツールの提供です。で、まあ、スニップの解析はカズさんのサーバー内で、まあ非常に簡易なんですけれども、解析をすることができるのと、それから遺伝子アノテーションに使ったツールは現在、遺伝系に移られたアンドレアさんという方が開発されたんですけれども、こちらの使ったツールのちょっとバージョンが違うんですけれども、ツールとそれに参照したデータベースというのも、ツールとして提供しております。こちらは、ユーザーごとにドッカーコンテナを自動で作成して、そこで、解析をしていただくシステムとなっております。で、あと今後の開発なんですけれども、一つは、さらにですね、簡易にアクセスしていただくために、スマホ版というものを今作っております。それから、解析ツールとしましては、スニップ解析をできるツールを作っているんですけれども、現在の公開している版は少し使いにくいですので、これをコンテナ化して、ローカルで解析するツールを現在開発しております。あと、コンテンツの拡充で、今まで結構システム開発に比重を置いてきておりますので、今、それが一段落をして、コンテナの拡充にも力を入れております。で、このプロジェクト本年度で一旦終了と、一旦というか本当に終了となるんですけれども、この終了のまでの期間で、キュレーターさんに駆け込みのようにデータを集めていただきたいと思っていて、キュレーターさんを現在随時募集しています。で、このキュレーターさんは登録していただきましたら、論文やゲノム情報ごとにキュレーションしていただいた情報に対して、お支払いをしまして、決まったノルマなどありません。で、プラントガーデンなので対象は植物なんですけれども、もしご興味がございましたら、ぜひコンタクトいただけたらと思っています。その他にもいろいろこういった開発をしてほしいとか、こういう情報を格納してほしいというようなご要望がありましたら、ぜひお寄せいただきたいと思います。私からは以上です。磯部先生。